真実は闇にこそ存在する。ウチハ一族としてこの葉隠れの忍びとして偽りを重ね、過去すらも欺き、それが未来につながると信じ、ただ一人、俺は許せ、サスケ。これで最後だ。闇を歩いた。そして何者も知らぬまま、見えぬまま、俺の存在とともに真実も消えるものだと。そう願っていた。だが、いたしー！ふん、思うようにはいかないものだ。まったく。なぜだ？なぜあんたがここにいる？あんたは俺が。今の俺は江戸天聖だ。江戸天聖？一体どういうことだ？僕の術だよ、サスケ君。僕の力で彼は現世に戻ってきたんだ。もっとも、この術が跳ねのけられるとは思ってなかったけどね。お前は、兜なのか？前に会った時より見た目が変わったからね。驚くのも無理はない。今の僕はあの時の僕とは違う。今は戦争を牛耳っている存在。江戸天聖を操り、あの五影すらも翻弄する。わかるかい？何もかも手のひらで踊ってるんだよ。この僕のね。イタチ、君は江戸天聖を解くためここまでやってきたのだろうけど、残念ながら君の思い通りにことは運ばないよ。なぜなら、生も死も操り、神にでもなった気でいるのなら、それは大きな誤りだ。完璧だと思っているこの術にも弱点がある。へえ、それは実に興味あるね。高額のためにぜひとも教えてくれないかい？江戸天聖の弱点っての。この術の弱点とリスクは、この俺の存在だ。イタチ、お前の言いたいことは分かっている。だがそれに答えるのは、この戦いが終わり、江戸天聖を解いた後だ。あんたはいつも俺に今度だ後でだと嘘をつき、挙句死んだ。だから今度こそ約束は守ってもらう。かつて憎み合っていた兄弟が仲良くこの僕に挑むわけですか。面白い。これは、後悔してももう遅い。君たちは初めから僕の手の内にいるんだよ。
さ、おののくがいい。千人に達したこの僕の力に。戦闘開始。まさか千人モードの力を手に入れているとは。完璧な力を得たこの僕にどこまで抵抗できるか見せてもらうよ。ここまで降下せんわ。さすがに程度ならば、そう時間はかからない。サスケ君、君、僕のこと舐めてるよね。あれ、どうしたの。この程度じゃないでしょ、うちの力は。さあ、サスケ君、君と僕の目的は同じ。一緒にこの白寿司を何層じゃ。一緒にするな。俺のこの白寿司は俺だけのもの。もうすぐで心得る。おかき、もうおっ、そこだ。相当腕を上げたようだ、サスケ。そこだね。よし、これは無駄だ。ここまでここまで戦えると、さすが内配置すぎ。ぜひとも手に入れないとね。この程度か。この手応え、やつはまだやるね。けどもはや完璧な僕にはこの程度の傷。引きはしないんだよ。大した回復力だな。どうする。俺に任せておけ。奴を道術にはめる。道術に、一体何を。悠長に話している暇などないよ。先方、無期転生。これは感知能力が今までの比じゃなくてね。ない。いいね、この状況。さて、先方、迫撃の術。あの状態でよくも。お前の行動パターンは分かった。
これからは俺が操る。操る？さっき言ってた道術か。一体何をしようってんだ。奴の運命を握る究極の道術。誰ごと？磯の実だ。何か策を講じているようだけど、今の僕には何をやっても無駄だよ。どんな能力も合わせると僕には誰も届きはしないのさ。サスケ、俺から離れるな。戦闘開始。君たちがいくら張り切ろうとも完璧な僕には通用しないんだよ。こっちが力の本当の力を知らないお前が今何を語っても無意味だ。おっと、うっせえ。こっちだ。合格抜けだ。俺がやる。